小川松民作、布引きの滝が描かれた硯箱、明治時代、19世紀、東京国立博物館像、小川松民から1891年5月29日は、明治時代の出原家である。本名は茂次郎。江戸の日本橋に金串であった、小川中蔵の子として生まれる。1862年に、中山古民の門人となり、薪絵を学んだ。 後に、池田古村の門人となり、小形光林の画風を学ぶ。この経験を生かし、古作の巻絵を模造した漆器の制作にあたった。明治維新後の1870年に独立して、浅草馬道町に転じる。1876年に開催された、フィラデルフィア万博に出品し、視察するために渡米した。帰国後は再度巻絵を使用した漆器の制作にあたり、 1877年に開催された第一回内国官僚博覧会には、松民の作品が出品された。以後も多くの賞を受賞し、博物局から焦燥院や放流寺の重物の模造を移植されたり、多くの内国官僚博覧会に出品すると、日本国内だけでなく海外でも注目を浴びた。なお、彼の作品は、印道や茶道具等多岐にわたる。 1890年に創設された東京美術学校で教鞭を取り、後に執行家の初代教授ともなった。同時期に柴田瀬新羅と共に日本執行会の設立にも携わった。没後は東京都台東区にある谷中霊園に松民の墓が建てられ、松民挙手と死亡された。ありがとうございます。